ウルボス、ウルボスこの項目では、オーストラリアのシドニーに存在するライトレールである、シドニーライトレールに在籍する、もしくは在籍した車両のうち、スペインの鉄道車両メーカーのカフが製造した、超低小電車のウルボスについて解説する。シドニーに導入されたウルボスには、延伸に伴い新造されたウルボス3と、その製造が完了するまでのつなぎとして一時期、 使用していたリース車両のウルボス2が存在しており、2020年現在、運用につくのは全車である。2014年3月27日、シドニーのライトレール路線であるインナーウエストライトレールは、廃止された貨物船を再活用したダリッチヒルへの延伸を実施した。これに合わせた列車本数の増加に対応するために導入されたのが、スペインのカフが製造した、 ウルボス2である。合計4両が使用されたが、これらはすべてスペイン各地の路面電車から貸し出されたものであり、うち3両は2012年に廃止されたベレスマラガトラム1両はセビリアメトロの車両であった。双方とも同一設計で作られた車両で、編成は既存の車両と同様に、両運転台式の5車体連接車であったが、乗降扉は利用客が押しボタンで開く。 半自動式で、車内の座席もロングシートが設置されていた。これらの際に加え、座席自体の硬さや率席客向けの手すりの不足、走行時の揺れなど、利用客からは多数の苦情が運営組織に寄せられる事態となった。これらの車両は後述する心臓車両のウルボスさんが導入するまでのつなぎとして運用される予定のリース品であったが、 最終的に計画よりも8ヶ月早く2014年7月までに運用を離脱し、全社とも同年11月にスペインに返却された。その後、かつてベレスマラガトラムで使用されていた産業については、2016年の時点で同系車両が運行するセビリアメトロへの譲渡が検討されている。ダリッチヒルへの延伸に伴う本数増加や、 既存のバリオバーンの置き換え用として、インナーウエストライトレール向けに製造されたのが、前述したウルボス2と同じくカフが手掛けた、超低床電車のウルボス3である。全長32.9メートルの両運転台式後、車体連接車で、上高扉は前後車体に、片開き、中間のフローティング車体に、両開き扉が1箇所ずつ設置されている。 車内の座席配置は22列のクロスシートを基本と、するが、折りたたみ座席など一部箇所には、ロングシートがあり、多くの立席定員が確保されている。また、監視カメラや火災検知システムなどの安全性、車内案内表示装置や冷暖房双方に対応した空調など快適性も重視されている。車両番号は、ウルボス2の続番である、2112から付けられたが、 2113については、西洋文化における意味数である13を含むことから結番となっている。2013年から製造が始まり、翌2014年の延伸時には4両が導入された。残りの8両も2015年5月までに製造が完了し、同年以降インナーウエストライトレールの車両はすべてウルボス3に統一されている。 シドニー中心部の西側に位置するシティオブパラマッタの中心都市パラマッタでは今後の都市の発達や人口増加を見据えたライトレールの建設プロジェクトが進められており2023年に第一段階となる全長1 2トルの路線が開通する予定となっているこの新たなライトレールの建設や運用については トランスデブをはじめとする多数の民間企業が参加するコンソーシアムグレートリバーシティライトレールが担当しているが車両についてもこのコンソーシアムに参加したカフが製造したウルボス3の導入が予定されているこれらの車両は7車体連接車で全長45メートル定員300人を予定しており一部区間に存在する河川レース区間を走行するため リチウムイオンを利用したスーパーキャパシタや充電池を用いた充電システムのグリーンテックが搭載されることになっている。ありがとうございます。